ナンパ断ったらブスとかババアとか言われたことあるし、女の子からも大して可愛くないじゃん、ぶりっこメイク痛いとか陰で言われたり。ああ、そんな、そんなのは白川さんが美人で目立つからとはいえ、それでも辛かったでしょ。別に。だってそんな失礼な人間の美意識とか信用するに値しなくないですか。学生時代白川さんがクラスメイトだったならどんなに救われただろうと。町田さんは繰り返し空想するのでした。そんな失礼な人間の美意識とか信用するに値しなくない。